皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。おひなさんみゃー。ということで今日は WAE さん、かっちゃんさんリクエストです。もうすぐひな祭りなのでチラシ寿司を作りたいのですが、どうせならインスタ映えするような可愛いチラシ寿司を作りたいです、ぜひお願いしますというリクエストいただきましたので、3月に入ってひな祭りがあると思うんですけど、今日はリクエストいただいたチラシ寿司をちょっとどっちかっていうと可愛いっていうよりは、私もインスタですごく最近よく見るんですけど、寿司ネタがこぼれるようにたくさん載ったこぼれ寿司っていうのがお寿司屋さんなんかでも結構流行ってるみたいで、インスタを見てるとすごいね、写真もよく上がってるんですけど、今日はそんなこぼれ寿司をチラシ寿司バージョンに、寿司ネタこぼれる贅沢こぼれチラシ寿司を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。人参の皮を剥き、薄く輪切りしたら細切りし、椎茸の軸を切り落とし、半分に切ったら方向外へ薄切りし、耐熱容器に入れ、水少々をかけラップをして、600ワットの電子レンジで3分加熱し、野菜に火が通ったら水気をしっかりと切り、醤油大さじ2、砂糖小さじ1を加え混ぜ合わせ、野菜に調味料を染み込ませておきます。片栗粉小さじ2に、水大さじ2、汁出し大さじ1を加え溶かし合わせ、卵3個を割り入れ、白身が切れるまでしっかりと混ぜ合わせたら、温めた卵焼き用フライパンに薄く油を引き、混ぜ合わせた卵液を加えていきます。普通の卵焼きを作るより少し多めに半分くらい卵液を加えて、焦げないように弱火で火を通していきます。はい、では卵同士がしっかりくっつくように半熟くらいまで火が通ったら卵を折り返していきます。これはまた後からサイコロ状に切るので半分くらいに折ってもいいですし、折りやすい折り具合で折ってあげてください。はい、では残りの卵液も加えて卵に巻いていきます。では卵焼きが出来上がったら粗熱が取れるまで冷ましておきます。はい、では卵を焼き終えたので、炊きたてのお米、今回お米は2合分のお米を少し少なめのお水と昆布を入れて炊き上げました。寿司桶を軽く水で濡らし、炊き上がったお米を昆布を取り出し加え、寿司酢大さじ3、味を染み込ませておいた野菜を汁気を切って加え、お米を潰さないように切るように混ぜ合わせていきます。うちわがないから鍋ぶた。じゃあうちわないんで、この蓋で仰ぎながら粗熱取りながら混ぜていきます。はい、では混ぜ合わせてお米にツヤが出てきたら、ちらし寿司用の簡単酢飯の完成です。はい、では今卵の粗熱が取れたので、1センチ角程度の大きさのサイコロ状になるように卵を切っていきます。こんな感じに出来上がってます。キュウリも同様の大きさにサイコロ状に切っていきます。はい、では今回お魚はマグロのたたきとイクラ、トビッコ、短冊のものはブリとサーモンと、イカをね入れたかったんですけどイカ売ってなかったんで、ホタテの貝柱とエビがミックスになってたものがあったので、これもお刺身用のやつで買ってきたので、短冊のお刺身は卵、キュウリと同様に1センチ角のサイコロ状に切っていく。ではホタテの貝柱
と切ったきゅうりも乗せた時に均一になるように混ぜ合わせておきます。お刺身を切り終えたら、出来上がったチラシを軽く押さえる感じであんま潰さないようにコップなどのお椀に入れて、お皿の上に盛り付けていきます。2段に重ねてピラミッド型にしたら、ネギトロを乗せていきます。もうこの辺は適当にこぼれるようにバサバサっと盛り付けちゃってください。たたき系は結構固まるので、上の方に乗せても落ちずにくっつくので、こぼれたように見えるので、たたき系を上に乗せると良さげですね。では、エビは片方の段差部分に乗せていきます。エビを乗せたら、サイコロ状に切った刺身を周りにこぼれたような感じで贅沢に乗せていきます。卵もところどころに散らしていきます。はい、では刺身をのせたら、刻んだネギをパラパラっと散らして、あっぺぺー、上からイクラもこぼれさせていきます。あった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 、こぼれすぎ、埋め込む。おまけのとびっこもかけていきましょう。好みで刻みネギを散らしたら、はい、ではこんな感じで見た目から映えそうなこぼれちらし寿司の完成です。じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は写真映えしそうな贅沢こぼれちらし寿司を作ってみました。それでは本日は春の日本八朔チューハイで乾杯。乾杯。くふー、八朔八朔。じゃあ早速いただきましょう。いや、2月もあっという間ですね。もうあと1週間で3月になって、3月になるとあっという間にひな祭り卒業シーズンですね。今回はよくインスタでね、見るようなすごいね、たくさん具材がこぼれてるようなこぼれ寿司をちらし寿司バージョンみたいな感じにして作ってみました。ちょっともうね、スプーンでいただきます。魚介のハーモニー。うん、インスタとかでよく見るこぼれ寿司は、巻き寿司とかの上に切り落としのような刺身が乗ってることが多いんですけど、今回はちらし寿司っぽく、切った人参と椎茸に味を染み込ませておいて、ささっと混ぜるだけで簡単にできる薄飯を作って、上に切った刺身をドバドバーっと乗せることで、ほんとお刺身がこぼれ出してるような、すごく豪華なちらし寿司に仕上がると思います。うん。で、可愛らしい感じにっていうリクエストもいただいてたので、短冊のお刺身はサイコロ状に切って乗せてみました。こぼれてちょっとワイルドな感じもあるんですけど、刺身とか卵、きゅうりをサイコロ状に切ることで、見た目が可愛らしく仕上がるんじゃないかなと思います。で、ちょっとやっぱ赤があるとすごく映えるので、お刺身の短冊にマグロを入れたりとか、今回みたいにイクラを乗せたりとか、ちょっとイクラ値段してるのでって方は、とびっこ乗せたりすると赤色がすごく映えて、綺麗なちらし寿司に仕上がると思います。まあ、結構お刺身をね、いろいろ買い揃えると大変なので、スーパーとかにもね、最近切り落としみたいなお刺身って売ってると思うので、そういうものを使用して作ってもいいんじゃないかなと思います。お刺身はお好みの具材をいろいろ合わせながらぜひ作ってみてください。ちょっとね、刻んだ大葉と海苔をかけていただきましょう。ちょっとこう刻んだネギを乗せたりとか、大葉を乗せたり、海苔を乗せて食べることで、また風味も増して、すごく美味しく食べられます。
ただちょっと海苔を最後にのせると赤みが消えて写真映えしなくなるので、後のせで食べるか最初の方にご飯の上にのせて、その後に具材を盛り付けるようにぜひしてみてください。結構いろいろ刺身買うと値段いきますけど、このね、今回の盛り合わせが多分残り3個くらい作れる分量ですね。ほんとお寿司屋さんとか行くよりかなり安く作れるので、お店のような感じのこぼれ寿司が自宅だとすごく手軽に作れると思います。うん、はい、ということで今日はひな祭りレシピ贅沢こぼれちらし寿司を作ってみた動画でした。角切りにした具材をこぼれるようにドバンと乗せることで見た目もすごく豪華な感じに仕上がって、手軽に作れるんですけど、しっかりと味の行き渡った美味しい酢飯とたっぷりのお刺身がすごく美味しいレシピだと思います。2月もあっという間に終わりで、もうすぐ3月にひな祭りもありますので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイこぼれ贅沢の極み。